るくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。さあちゃん見てるくるぶしです。ちょうですくーファック、オッケー。さあ、行きましょう。ズームの挨拶の時、必ず最初ちょっと途切れるんですけど、はい、相変わらずのステイホームでございますが。いやー、もうバキバキですよ、ほんまそんなもん。バキバキですよ、本当に、マジで。いや、ほんまに、マジで。ほんまにあかんと思う。もう昨日、思わず4回抜いちゃいましたからね。ごめんね。おかずはごめんね。最近、筧純っていう AV 女優にハマってまして。しらしらしら。ステイホームということで、俺らはよく Amazon プライムビデオ見ますよね。そうね、もう、ハードヘビーユーザー。ハードヘビーユーザー。ちょもちゃんのおすすめの見てるものちょっと聞きたいなと。これは完全にクルちゃんの影響ですけども、孤独のグルメをちょっとね、Amazon プライムさんでね、いや表せていただいております。いいっすよね、孤独のグルメ。本当に、何も考えず見れるっていうか。もうなんかな、俺今、時間の無駄遣いしてへんかなって心配になる。ごめんね。いや、本当に。あとは、ちょっと前のアニメになっちゃうんですけど、ブリーチがすごい好きで、ジャンプの漫画。オレンジの髪の毛の。そう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 。着物着てるやつ。そうそう、死神代行。あ、そうなの？そう、あれ死神なんよ、黒装束着てる人たちはみんな。へえ。最初のソウルソサエティ編っていうのも好きやけど、後半のアランカル編っていうのが一番話的に好きで、ちょっと見てましたね。ちょっと見てみようかな。ジャンプあるあるで、漫画とアニメの追っかけっこ始まってもうて、はい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 。ドラゴンボール覚えてる？昔エグかったん。時間稼ぎっていうか。そうそう、睨み合いで15分するっていう。ありましたね。そう、ダメクセ編は。そう、ダメクセ。フリーザの時やばかった。フリーザはやばかった。もう子供心に話進んでへん思った。でも、ブリーチはそこはちゃんとしてて、オリジナルストーリーを挟んでくる途中に。あー、なるほど。それおもんないから俺飛ばすねやんか。ごめんね。Amazon プライムのいいとこはね、飛ばして見れるってとこですね。俺最近ハマってるのが、何でも特命係、発見落着っていう、知ってます？知らん。九州版の探偵ナイトスクープです。ほう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 。へぇ。好きになったスーパーの店員に告白しに行く女の子とか。探偵ナイトスクープ自体も、もともと関西ローカル番組やのに、さらに九州まで飛ぶってことね。そうなんですよ。もう全部見ちゃいました。元カノに会いたいっていう依頼が多くて、結構ね、ドキドキするんですよ。もうあれやな、世のメンズたちはやんどんな。確かにね。元カノに会いに行ったかって、元カノはあんな人男作っとるっていう話やったもん。全然みんなこう、その場で告白しても全然結ばれなくて。でも、面白い。俺、実は、ずっと気になってるのがあって、鬼滅の刃っていう。ああ、鬼滅の刃ね。うん、これ、俺の友達とかが、まあ、俺の音楽仲間とか、はるちゃんとかさ、みんな面白いって言ってるんだけど、俺、まあね、アニメは好きなんだけど、アニメ、なんていうの？ちょっとまあ、マニアックじゃないですか。そんなことないのかな？そう、深夜枠のアニメやもんね。そう、割とね、あんま見たことないんですよ。なんか、ワンピースとかドラゴンボールとかではないもんね。ないでしょ。だからね、ちょっと踏み出せないんですよ。今日は、あえてね、鬼滅の刃っていう作品を、今から第1話を2人で見てみようじゃないかと。なるほど。せーので再生ボタンを押しますんで。なるほど。じゃあちょっと準備しますね。はい、準備しましょう。せーの。レディーゴー。よいしょーシーズン1、第1話。じゃあいきますよ。はい。せーの。せーの。めっちゃ絵綺麗ですね。いきなり血なんですね、これ。血だね。でもおかっぱの子は将来可愛くなりそうですね。俺はね、禰豆子が好きやね。え、誰禰豆子、さっき、血出して、おんぶされてた。あれね、禰豆子禰豆子。くるちゃんは花子が好きだね。割と、いけます、ね。なんか手が綺麗そう。幼女や、幼女。いくつ5歳ぐらいかな。わからん。これなんすか、近親相関の話？ごめんね。近親相関の話じゃないんじゃない？アマゾンプライムで近親相関の話流したらやばいんちゃう？そうか。本当のプライムになっちゃうの、それ。意味わからん、意味わからん。ちょもちゃん、こういう人がタイプなの？なるほどね。はい。終わりました。ここでね。はい。リサちゃん、バンかかってね。いや、面白いですね。まあそうね、まあ売れるのもわかるよね。ほんと。ただね、ちょっともうちょっとね、1話見終わったところであれなんですけど、俺、全部見たんよね。